豊富な食材に恵まれた島、淡路島。この島の料理人たちは魅力ある料理を創作、提供し、訪れるお客様に感動を与え、元気になってもらおうと日々努力を重ねています。この映像は淡路島創作料理コンテストの入賞者5名による料理の実演と解説で、島内の料理人のさらなるレベルアップやモチベーションアップにつなげることを目的に作成しました。料理に対する熱い思いとこだわりを存分にご覧いただき、日々の業務に役立てていただければと思います。今回の料理人は絶景レストラン渦の丘で総料理長を務める藤見康之さん。第21回コンテストで最優秀賞を受賞した島のレモン飯、淡路島桜マスとレモンの香りの調理方法をご紹介いただきます。はい、島のレモン飯、淡路島桜マスとレモンの香りを作りたいと思います。まずはですね、この乾燥レモンですね、そのまま天日干しとか、オーブンで、低温でちょっと、長時間かけてこういう風に乾燥させております。オーブンでしたら、まあ、それ6時間ぐらいかけたりもしますし、また天日干しでしたら、まあ、2日かけてとかっていうのもあります。それはもう食材の感じを見ながらですね。それでは、乾燥レモンに味付けをしていきたいと思います。まずは、お水ちょっと出させていきます。まあ、このレモン1個分ぐらいで、300cc ぐらいのお湯ですね。それに対してお砂糖ですね、こちら、まあ、100g 程度ですかね、こちらの方入れます。これでちょっと砂糖をなじませます。これで砂糖が溶けてきましたら、乾燥レモンの方を、鍋の方に入れたいと思います。これで、一度沸騰しましたら、今度は、弱火にしてもらって、この状態で、まあ、1時間半から2時間ぐらいですかね、コトコトと煮込んでいきます。そして、ゆっくりとレモンの中に、旨味甘みを、入れていく状態でございます。これでちょっと2時間ぐらいですね、コトコト煮込みました。こちらレモンの方も甘みを吸って柔らかくなっております。この状態で一度火を止めさせてもらいます。それでは、次食材を切りたいと思います。まずはこちら淡路島桜マスですね、そぎ切りでいきたいと思います。サイズとしましては、一口サイズより少し、まあ、大きめ程度ですかね。それで次はこちらの淡路島のマダイでございますね。先ほど、桜マスの方はそぎ切りにしましたので、こちらの方は少しブロック切りのような感じで一口サイズに切りたいと思います。次はですね、こちらの、香り付けの三つ葉でございますね、こちらの方を少しざく切りにしたいと思います。で、最後はですね、お鍋のお出汁に使う、こちらレモン汁なんですけども、本日用意したこちらの2種類のレモン、半分半分ほどで、レモンを絞りましてご用意しております。それではお鍋の方の、工程に入りたいと思います。まずはですね、こちらの、淡路島の、お米ですね、これを、事前に、洗って準備しておりました。これを入れます。これで次は魚介の和風だしですね、これを入れます。で、こちら、
お出汁としては最後ですね、こちら淡路島のレモンの、レモン汁でございますね。これを最後に入れます。これで少し、全体を、なじませて、はい、今お米とお出汁が、準備できました。通常でしたら、こちらの方に、魚介類であったりとかお野菜入れたりするんですけども、まずは、これで、炊き上げます。それで、食材に関しては蒸らしの時に入れたいと思います。これにつきましては、まずは、ご飯にしっかりとレモンの香りを入れるということと、蒸らしの時に、魚介類であったり野菜を入れることで、それぞれの食材の、旨味を生かすこともできますので、そういう形で進めたいと思います。これでまずは、中火で沸騰するまで時間を待ちます。沸騰しましたら、また8分間、同じような中火の状態で、待ちたいと思います。これで今沸騰してきましたので、これからもう少し火の調整をして8分ほど待ちたいと思います。じゃあまずこれで、今中火での炊き上げが終わりましたので、次は弱火での、炊き上げに入りたいと思います。これで今火を弱火にしましたので、もう8分、待ちたいと思います。これで、弱火の、火入れも終わりましたので、通常でしたら蒸らしに入るんですけれども、今回この、用意してます食材を、順番に入れていきたいと思います。まずは魚から入れます。次は、こちらの、レモンですね。レモンを入れたいと思います。そして、香り付けの三つ葉でございますね。これを少し入れます。これでもう一度蓋をして蒸らしで、10分待てば、完成でございます。はい、これで蒸らし10分も経ちましたので、これで完成です。これで、最後の仕上げとしまして、黒胡椒と、あとは、淡路島レモンの、皮ピールですね、それを削って仕上げとさせてもらいます。まずは黒胡椒を入れます。これで、あと淡路島レモンの皮を入れたいと思います。これで島のレモン飯、淡路島桜マスとレモンの香り完成でございます。淡路島では最近レモンの栽培が盛んになってきてまして、その淡路島レモンを使った釜飯とかそういうところに合わせられないかなというところで名物化できればと思い、考案しました。よくレモンを混ぜたお料理なんかあるんですけども、結構、レモンに熱を加えますと苦味とかいろいろ出てきますので、そういったところをうまく旨味に変えるっていうところを、重視しながら、お料理を作りました。そうですね、本当もうレモンの、苦味を旨味に変えるっていうところ、もうこれ一つでしたね。蒸したり焼いたりもしながらやったんですけども、なかなかうまくいかずにちょっと苦戦は続きましたね。最終的には、少し乾燥をさせて、再度、火入れをするっていう形で、苦味を少し、まろやかにするというか、いいアクセントになるようには、変えました。自分でいつも
気をつけていることになりますけども、あの人との、出会いを大切にしております。できればまあいろんな方、まあ、食に通じる方はもちろんですけども、いろんな方に出会い、またお話を聞く、その中から、まあ、自分の、何かためになるようなこと、レベルアップになると思えることを吸収して、ぜひそれを、料理なり、食の魅力につなげて、いくっていうところはいつも思っておりますので、ぜひそういったところ実践していくのがいいのかなとはいつも思っております。今回作っていただいた島のレモン飯、淡路島桜マスとレモンの香り、レシピはご覧の通り。ぜひご紹介したアイデアやテクニックを今後の業務にお役立てください。